真っ向勝負ならこいつが怖い。二次三次の元気印も今は昔、包み隠せないオーラで相手を恐怖へと陥れる。二次三次一期生出身の可愛いヤンキー JK 樋口楓。いや私はもう任天堂さん大好きだからさ、暴言は吐かないんだ。このクソガキ待てよ。おいなんで落ちんなカス。おい走れ。任天堂様大好きです、ありがとうございます。ここは間違えない、ちょっと一番間違えない人が来ちゃったからちゃんとやります。僕の命に。二次三次のレディース総長、関西最強のヤンキーと言われる彼女の今夜の被害者はプニキだけでは収まらない。二次三次メイプルダンサー樋口楓。勝ってくれ、勝って機嫌が良かったら僕の命は助かるんだ。見ていきましょう、優勝予想はこちら。コメント欄で、コメント欄でなんか二次三次のリーグ優勝予想がこちらです、書いてある。入ってろ入ってろよお前、入っ、あ、よかったですね、ほら入ってますよ、入ってた入ってた。2位ですよ皆さん、2位です。さあさすが、ほら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 ね、みんなで盛り上げましょう、よいしょよいしょ。樋口楓さん、負けず嫌いで勝ちに貪欲そうだから、ポケモンの時も頑張って勉強してたし今回も仕上げてきてくれるのでは。サーキットでもおらついてそう、甲羅をぶつけたやつから順に謎の回線トラブルに、デロンが通る道は見ない譲る。なんか方向性が違くない、この人だけ。いやね、この人ね、僕の予想ですよ、 50% 確率なんですけど、おそらくまだマリカ買ってないんですよ。今日もスタジオからなんで、おそらくなんですけどスタジオの使ってるんですよ。おかしくないですか、2大会マリカの大会出ててゲーム買ってないんですよ。何をしてるんだお前はっていう。はい、はい、では最下位予想の方も見ていきましょうか。はいはい。あ、やばい、樋口、おい、なんでみんなそんなことするんだよ、な、人の心ないのか、やばいやばいぞ。はい、第2位樋口楓さんね、大パンしそう。はい、自分のハンドルどころか車体もろとも壊しそうだから、ね、意味わからん負け方して美味しいところ全部持っていきそう。暴行で失格、負けてプニキを始めやめてください、暴行で失格だ。この人メジャーデビューするんですよ、こんな悪評が届いてるメジャーデビューなんてないでしょ。でですね、まあ、マリオカートを勝ったのかっていう質問が結構あったんですけど、まあその勝った買わないとかじゃなくて、あれですね、マリオカート免許は無免許ですね。ほらベビーなんちゃらのあの7周のやつが私得意なんよ。あれ何も考えんくていいからさ、ベビー来い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 、私のステージ、ベビー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 来て、お願い。やったー、ベビー、おー、ベビー来たー、イエーイ。これはみんな見といてくれ、私の7周コースを見といてくれ。いや、うーん、いけ、ゴーゴーゴー、ほら黄金キノコ、黄金キノコ、黄金キノコ、嘘、デロンさんがマジですごい、さっきの冗談じゃない、2位だ、1位になる点になる、2位、樋口楓最強、樋口楓最強。これは誰が予想したでしょうか。抜かすな、私の前に立つな、前が見えへんやん、誰も、どういうこと、なんで私の前に誰もいないの。いいよ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 、最強最強最強、なんかようわからんの、12位になるな、私の前に立つな、立つな、Don't stop! Don't stand by me! まっすぐ走れ、いいか、コイン消えるな、目の前で、ここ当たる、ここ当たる、当たれ、当たらんのかい、はいはいはい、ロケット、どこみんな、みんなどこ、ねえ、みんなどこよ、私の前立つなって言ったけど、ちょっと見えてくれな、悲しいやん、そんなんさ、貸すなよ、貸すな、抜かすな言うてるやろ、私の前に立つな、誰も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 立つな、
あー出ました。この人はね、樋口楓さんはマリオカートにおいてギネス記録を持ってるんですよ。知らない方多いと思うんですけど、マリオカートの大会ってまあみんなすごいやり込んでやるのが普通なんですけど、この人3大会連続出場、3年連続出場にして未だにゲームを買ってないんですよ。未だにゲームを持ってないで、どの面下げてんのか知らないけど、ゲーム持ってないくせに3年目の出場を果たします。こんな人間マリオカート大会に史上でいなかったですから。マリオ大会史上だって、マリカ大会にゲーム持ってないのに出場する事態ありえないんだから。それで今回3回目でやってるんでね、すごいことでございます。ただ前回ね、予選で2位になったんですよ。一瞬持ってないくせに超強いやつとかもいたのに。あれはねベビーパークっていう、まあ運の要素が高いゲームでありますけど、まあでもだからね、そういうのもあるんで、ね、何が起こるか分かりませんよ。ただ分かるのはね、負けが込んできたらね、机が1個破壊されるスタジオのっていうの、それは分かります。さあ次、最強の素人、3大会出場ながら未だにソフトを持たぬレリース総長、今年の犠牲はテーブルとスタッフだけで収まるのか、メープルダンサー樋口楓。はい、じゃあちょっとね、再開予想の方も行ってみましょう。はい、こちらです。はい、3位シェリーヴァンガーディ、2位デビデビデビル、1位樋口楓さんという形になりました。はい、理由の方見ていこうかな。はい、樋口楓、理由、最弱王なので、そもそもミー作る時間あるか、机叩いてる間に負ける、レースが終わるまでスイッチが持たない、むしろ勝つ方が難しい、マリカを持っていないのでうん、散々言ってるけど、でもね、正しいんだよ、マリカ持ってないんだもん。いや、恥ずかしいよ、この人負けたら、マリカ持ってないんだもん、この人。はい、ありがとうございます。ほら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 見てみろ、これが最強ドリフトや、見てみろ、あほらほ、みんな分からんぞ。これベビーパークなったらな、どうなるか分からんからな。ベビーパークだから、来い来い来い、なんで？オラジェリー、オラ、いや私上手くね、俺成長してるわ、戦いの中でこれ。うまくね、このゲーム楽しいっすね。うん、ぜひ皆さんはマリオカート買っていただければなと思います。皆さん本日はありがとうございました。私は買わん。そして、デロマさんですね、ジョーカーでございますね、こんな上手い人たちの横に並べるのが恥ずかしくなる実力でございます。まだマリオカートを買っておりません。だから同じ土俵に立ってない、なんで持ってないのに4回も大会出場できたんだ。レート1万超えの二次三次トップクラスプレイヤー、去年の雪辱を晴らすことができるか。大パンを封じ少女は行く、 C リーグ優勝予想第1位、強者が見せる横綱相撲、佐々木朔。私じゃないんか。うるわしき花の妖精が 3D になってパワーアップ、食らったリアクションにも期待したい、叩けば鳴るおもちゃ、叩けば今日は勝って優雅にティータイムだ。ティータイム、私奏でるは勝利の調べ、誰エリーコニファー。私じゃなかった。団体戦ではその類稀なる知能を使いこなし、チームを陰から支えた戦術家、戦術家。こんな雑魚どもに負けるはずないんですよね。まあ、ないないない、そんな負けることない。楽園のマッドサイエンティストレオサ・ヴィンセント。さあ違うんか、待ってくれ。何でもありならこいつが怖い。何でもあり？本当に怖い。本当に怖い？みんな頼むから彼女を怒らせるな。彼女を怒らせるな。誰や？触らぬ神に祟りなし。こんな怖いやつおるか？こん中に。無面の暴君。樋口楓。さあ再開予想。こちらと。まあいいやね。第3位が楓春、第2位レオス・ヴィンセント。第1位が樋口楓さんです。あんまこの画面映さないでください。はい。あ、やばいって。
竜ソフトを買ってないから、マリカを買わなくても参加できる大会って素晴らしいですね。さすがにそろそろお買いになったらいかがですか。切れ散らかしながら落ちたり、赤コーラバナナに当たってそう。車より走った方が早い。先に謝るので殴らないでください。こんなやつがメジャーデビューしてんだよ、やばすぎだろ世界。私がロケット使うなって。まだまだいける。まだ勝ち筋見えてる私。ああ、出た。使わせろって。よしよし、順調すぎる。おい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 。さあ、ほら、6位で出たー。いけたれー。いけるー。はい、やばいやばいやばい。ああ、見たかー。これが実力や。見ろ、8位や。あ、まだ分からんぞ。え、9位な。今5位ぐらいじゃなかったっけ。頼む頼む頼む。おら、記録、最後の記録や。いけいけ、ロケット来たー。おー、いけー、頼む。あー、しゃ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 、あれよし。あー、あー、すみません。樋口楓さんですね。L さんと3リーグ話してほしいと言ったことからね、明らかにね、ゲームソフトを買っていないで L さんにゲームソフトを借りるんだろうという、読みをされています。5大会連続のね、ベテラン参加者でございます。ベテランの歴史を持っている5年のね、マリカ歴は5年なんですけど、そのマリカ杯のたびにね、ゲームを借りて何レースか走って敗退していくので、ギュッとしたらね、あんまやってないんですよ、この人。いやー、本当にね、なんて夢のある大会でしょう。ゲーム持ってなくてゲームの大会に5回出れるんですか。何事にも全力なこの少女は、全力でマリカにだって手を抜かない、手抜かない。小野町旅館の看板を背負い、小野町旅館の看板、今日は満塁ホームラン。私かの、まあ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 、爆走小町、小野町ではないか、小野町遥か、小野町ではない。ゲーム音は切ってます。集中して2つな聞いてるからな。その鋭き眼光は常にゴールを見据えている。決勝常連の本領発揮になるか。決勝常連来た。 C リーグ優勝予想第1位、優勝1。さあお前の罪を数えろ。まあ神田翔一、髪の毛の色明るいのは似てるけどな、まあまあまあ、ここまではそう。これ耐えられるかな、耐えられるかな。二次三次を昔から支えた、あ、私やその支えてた色を、え、好き、やめてよ、ちょっと、もう、新人4人組ボルタクションからこの人が登場。新人4人組、元暗殺者が敵の闇を浮かべ、暗殺ね、銃の旋律を奏でる。する暗殺、普通に通報してください。車上のバイオリニスト、通報はやめてください。セルフジャズのガーデン、まあまあ、これはボルタクション最後の一角にしてリーダー、ボルタクションリーダー、全身乱漫な彼だが、その笑顔の裏には確かな闇が秘められている。そうなんですよね、うんうん、眠れる獅子が、眠れる、今日起きる、今日はもう寝て起きてまびのぎしました。裏社会のリーダー、フーラカナト、裏社会はあってんねんけど、
彼方にこそ生えあり。彼方金剛石の硬さの信念を胸に抱き、近くの下のビッグバスが、そうやな、私の目の色めちゃくちゃ宝石みたいやもんな、うん、ワイルドスピード、まあ、ワイルドベルモンドバンデラス。違ったか、私じゃないんかこれ。舐められっぱなしではいられない。舐められたら困るわな。C 工場もクロム二次三次の使い魔が、使い魔、いや私魔法も弓矢も何でも使えるからね。来た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 、革命の時間。革命はまあよう歌で歌ってますけど、うん、革命のなんちゃら言うてね、ちょっと違う。今年もマリカは買ってません。買ってません。レンタルマリカ誰や、そんなやつ言わせるか、ボケ。俺誰や、ボケ。バッ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 、ヤンキースマイル、ヤンキースマイル。暴走族樋口楓。ふざけんなよお前、なんやねお前。スカイピースさんに謝れ。よろしくボケ。はい、以上の10人で戦っていただきます。優勝予想こちら。はい、なんで、あ、すいませんね、樋口楓が3位にいますなんでまあ理由を見ていきましょう。理由見ないとね、これは理由、怖いので投票しました。力でねじ伏せる、力こそ正義、誰が前を走れる、強者ソフトがなくても速いなことねえよ。ソフト買えね、すごいよ。ソフト買ってなくて5回も出れる大会が他のどこにあるんだよね。ということで今日もね、エルさんに借りて出場しているそうです。さあ結果は出せるか。じゃあ再開予想も見ていきましょう。あーやめとけって、あ、58.5 やばいって。何、あーね、樋口楓、レンタカー、そろそろマリカ買わない、エルさんのためにも勝たない方がないなキレ散らかしてマリカどころじゃない、みんな逃げてということでね、これが彼女が5年間でね作り上げてきたね歴史です方法変えてきた。ベビーパーの数だけ剣持ちで殴る捕まえろこんなやつ、犯行予告だから。全然そんな、そんな負けるわけがない。ベビーパー入れろよ。剣持ち殴りたやろお前ら。じゃんな、ベビーパーしか勝たんよな。あ、来い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 、あ、来る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 、あー、くそ、惜しい。ちょっと待って B やんな、 B やんな、 A、 A、 あ、 A やんか。もう本当にごめん、これ後ろで何がいいかって言いますと、おら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 、もう全部出せるんですよね、ここアイテム出し放題。ここで後ろの何がいいかっていうと、コインが取り放題です。皆さん知ってますか。ほら、アキコ来た、アキコセブンや。見ましたか皆さん、最初にアイテム貯めてドバッと出す、これがマリカの鉄則です。抜け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 、何がスターや、スターズが関係ない、スターズが関係ない、スターズが関係ない、スターや、この世の中スターが一番いいや、スターがいい、スター、スターでいける、スターでいける、スターが一番いいや、スター来るな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 、やめろやめろ、スターやめろ、あ、スターズがいい、スターズがいい、もうキノコ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 でいける、やめろコーラ、やめろコーラ、やめろコーラ、投げるな、もう狙い撃ち狙い撃ち、コーラで狙い撃ちしていく、やめろ、なんで狙い撃ちすんねん、やめろコーラ、やめろコーラ、やめろって言ってるやろ、オカミくそー、負けたくる、私はな、マリオカートしに来てん、ベビーパークっていう何の変哲もないコースでただ走りに来ただけやのに。
潤沢に強いアイテムが出る買い争いには慣れている彼女ですが、あーなんでなんでデロマさん殴らないで殴らないでデロマさん表情が怖いって。この続きは第6回目にお預けってことにしようか。